いましたよ、iTunes。 あーやばい。何ですか iTunes じゃないよ、今 CD 売り上げに貢献しないと。いやいやいや、いやすぐ買ったんですよ、日付が。いやそれはわかるよ、それはわかるけど、でも、うん、CD 1日前に買えるの知ってる？え、うん、フラゲってあるの知ってる？フラゲ、あ、フラグ、フラゲ。あ、そうなんですか。1日前に CD 発売しますよね。それで買ったんですか。うん、じゃあこれも紹介しますか。一応フィッシャーズ、まあ、で出てるっていうことでですよね。出てるってことで、うん。じゃなくてですね、うん、これあのピースに来てます。そう、ピースです。はい。で、なん切れてるよ。切れ、ずっと切れてる。いやもうなんかテンパってるよ。緊張しますよね。いやいや、こう来たことないんだもん。あ、そっか。うん、初めてのところで動画撮るってことで、美容室で奪われるの紹介してんだよ。確かに。お前が進行して。なんで俺なんですか。これ俺たちのチャンネルじゃないですよ。そうだよ、俺が進行していいんですか。いいよ。叩かれません。僕叩かれない。本当ですか。うん、はい、ということで。いや、ウーバーワールド好きなんだよね、昔から。昔から好きですよ、うん、新曲ですよね、これ。はい、30枚目ぐらいですか、これ。あ、デイリー1位取ったんだ。そうです、30枚目。ほら、30枚目。素晴らしい。俺、最初すごいよ、やっぱ。いいな。ちょっと遅くなっちゃってるんだけどね。そう、発売したということで。はい、やっぱ最近の人はさ、あんま CD 買わないじゃん。確かにそうですね。で、CD 買った時超嬉しいの。ライブ映像があるじゃないですか。そうそうそう、DVD とか。これ毎回ついてるんだけど、うん、超いいよね。これ超いい。どうよ、曲ですか。曲いきますか。曲いや、ちょ、もう本当にこれプライベートでやってるだけだから、はいはい、あんまりもう期待しないでください。どう、一緒に聴いたじゃん。聴きましたね、ライブで。聴きました、最初福岡行った時に、二人で、あの、ギリギリで間に合って。ギリギリでも、ほんと10秒前ぐらいですよね。ほんとそう。みんなが感動してる時ですよね。そう、やめて。で、うわーとか言ってやって、新曲2曲、はい、もっとたくさんやったの。そのうちの2曲がここに入ってる。そう。どうだった？正直、ライブだったら、うん、エミューがすごいかっこよかった。エミューかっこよかった。エミューかっこよかった。やばかったよな、あれ。やばかったっす、うん、でも、一滴の影響、シングルとして聞くと、うん、まあそうっすよね、いいっすね。音源のやばいよな。音源は、はい。で、やっぱエミューのビートボックス。ビートボックス、やっぱ、はい、あれちょっとなんか違ったじゃん。そうっすね、今までと違いますよね。いや、だから結局ライブで新曲やってるから、はい、思い出になってて、はい、音源で聞くとさ。で、今回 PV もライブ音源で出てたじゃん。あー、出てましたね。で、音源で聞いた時に、はい、あー、こうなんのねってのない。なるほど、ありましたね。やっぱ CD 買うっていう良さは多分ね、はい、今、いいんじゃないかなって思ってるの。で、全部俺並べてるし、部屋に。で、今までの持ってるんですよね、全部。全部持ってる。これすごいっすよ。めっちゃレアだよな。めっちゃレアっす、これ。今度、え、なんか貸してほしいやつある？貸してほしい。全部持ってるもん。で、曲あるもんな。インディーズの時の音源とか持ってる？持ってないっすよ。貸してあげる。オークションだったんですか？いや、その時に俺好きだった。当時からっすか？そう。いいえ、気持ち悪い。気持ち悪い。それ聞いたことない。そうなの、そういう曲とか。はい。あと、チャンス04とか。あ、チャンス04はなんか聞いたことあるの？ついっすよな。だから、ああいう感じの時の音源俺持ってるから。いいえ、それはレアだ。何が好きだったこの3曲。3曲でも、フォーエバーヤングはだいぶ前から聴けたんだよね。そうそう。いやでも、この中だったら、気分によるよな。だこの3曲ってすごいばらついてるよね。確かに。今は、一滴の影響ですよ。ああ、やっぱり。音源で聴いたら、なんかすごいな。超かっこよかったよな。最後の方とかも。あ、わかる、すごいわかる。ね、声がなんか若干違う感じのところがいい。そうそうそう、ワンちゃんこっちやね。よかった。こっちやね。え、ソラチはウーバー聞かないの？急なパス。あ、俺もね、意外と知ってる人。ちょっと広めて、俺トミー頑張るから。あいつは無理ですよ。あれは無理ですよ。あれなんかガチガチになっちゃってるよな。俺1億分の1の小説が好き。ああ、あれずっと流したもんね、俺が車の中で。あ、俺すげえじゃん。高校の時とかね。うん、そう。あ、違う、高校の時運転してたらおかしいんだ。違う、高3の時聞いてて免許を取った。ああ、そうそう。いや、だからちょっとこれもちょっとスリムからちょっと分かった。これ一滴の影響、新しいのが出たんです。そうっていう曲でも、僕、あの、高校の時カラオケとか行って、お箱がシャムロックだった。いや、てか、なんか、はじめさんとかもさ、そう、歌ってるよね。歌ってる。
なんか嬉しいんだよね、すごい。自分で聞くじゃないですよ。じゃあ、俺、いやでも俺、正直はじめさんの動画面白いってなって、ウーバーワールドの関連にはじめさんが歌ってるのができて、より好きになったもん。社長のことですか。うん。昔ね。あ、昔です。いや、なんか自分の好きなアーティストを歌ってるの嬉しいじゃん。いや、確かにそうですね。ことで、もう一回言うけど、好きすぎて切れちゃってんだよな。次も、まあ、そろそろアルバム出ますよ、ね、アルバム出るよな、アルバム出ますって、はい、アルバムはぜひチェックしてみてください。ライブも行くかもしれないですね。はい、そうですね。行きたいですね。行きたいです。ありがとうございました。